はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は信長の野望大使、真田幸村プレイの続きをやっていきたいと思います。で、前回からですね、信長軍と本格的な戦闘を開始しているというところで、現在の勢力図を見ておくとですね、パープル紫色が信長軍で、ブルーが真田幸村で、緑が、婚姻同盟中の上杉軍というところで、基本的な戦略としては上杉軍と共闘しながら信長を攻めるというところになります。では早速続きをプレイしていきましょうというところなんですが、上杉軍、長宗我部軍と一緒にね、信長を叩きたいところなんですけども、双方ともね、一旦矛を収めるというところで信長と停戦になっているので、少しね、その間真田軍、幸村軍と織田軍の1対1の対決が続くんじゃないかなというふうに思います。で、現在ですね、真田軍、家康を対象とした総勢5万を名古屋城に向けて、進軍させていたところ、福島正則隊1万3000と、遭遇戦に入りますので、ここをまずは勝っていきましょう。このまま名古屋城を取った後はね、もともとの信長の居城清須を取りましょう。清洲城といえばね、ちょうど福島正則が関ヶ原の合戦の時に居城にしていたのが清洲城だと思うんですが、その清洲城を偶然にも雪村隊を撃破した後に取りましょう。ここは誰かを処刑するまでもないかな。信長クラスの武将だったらね、苦戦している状態だったら処刑してもいいんですけど、今戦いを有利に進めている、かつそんなに強力な武将がいないので、このまま進軍していきましょう。皆の者続け、包囲せよ。まだ果てる。キヨスを取ったら稲葉山だな。長島城を先に攻めるというのも手ではありますけど、精神的ダメージを与えるんだったらやっぱり美濃、後の岐阜城ですね、ここを先に取る方が信長軍が受ける精神的なダメージは大きいはずですね。ここでまた滝川一正軍との対戦か。滝川一正強いからな。前回はね、ちょうど滝川一正軍6万との家康軍6万が激突しましたけど、今回再び稲葉山城で滝川一正隊との戦いになりそうですね。まだ信長自身との対決には至っていないので、そのあたりもいつそういう好機が来るのか楽しみではあるんですが、その時には幸村自身もね、出陣させていきたいですよね。じゃあまず武将の配属やっちゃいましょう。さっき取った名古屋と清須ですね。清須は前線基地かつ城の規模も大きいので優秀な武将を配置していきたいんですが、蒲生氏郷を前線に招聘する。そうしよう、蒲生氏郷を前線へ招聘。もう後方はね、そんなに戦闘になるシーンもないと思うので、後方にいる優秀な武将は前線へと配置を転換していきましょう。蒲生は今こんだけいるのか。蒲生一族のうち、そうだな、おとり、神出鬼没、この3つ入れておく。そうすればこの清須だけで3つの戦法が打てるようになりますからね。あと名古屋城だな。名古屋城もね、規模この後大きくできるんじゃないかなと思うので、どうしよう。小坂入れておきますか。武田四天王の一人、能力はね、ご覧の通り統率90をはじめ圧倒的な軍事力を誇ってますからね。それにじゃあ光力2人をつけておきます。かしこまりました。やっぱり武田を飲み込んだことによって
優秀な武将が一気に増えてるっていうのはね、大きいですよね。長宗我部と大谷、ここは長宗我部軍が大谷軍に勝利。ここは長宗我部がさらに大きくなるのは必勝かな。ここは家康軍4万3000、滝川軍2万1000で、ま、勝利は揺るがないのであればこのままやっちゃいましょう。続いて大垣城だな。大垣城はまた関ヶ原の話になっちゃいますけど、当初西軍が本陣を構えていたところですね。関ヶ原決戦の前夜というか朝方というかね、大垣城から石田三成はじめ西軍諸将が関ヶ原に向けて出陣したのがこの大垣城になってます。じゃあ早速ちょっと武将補充の意味も込めて大垣城を攻めて武将を捕獲できればしちゃいましょう。で、家康はこの後一旦開兵して、皇族の部隊としてね、新たに軍勢を送り込んでいきたいので、ここで新たに集結させましょう。目標は長島城で、雷電か。総大将が雷電。敵方は切磋になりそうですね。そうなると違うな、ちょっと待ってくださいね。味方が切磋で敵方が雷電か。こうなるとちょっと話別だな。まずはちょっと少ないところは兵を削っていく、削っていって代わりにある程度数が欲しいので、吉本2400、ちょっと数が少ないな。せめて5000クラスは欲しいんだけど、長野城水谷隊どうだろう。それだったら北条内安隊、さらに賀門。ここまで来るとでも58日かかるか。江戸城から5300出したい気もするけどな。そうなると集結日数でやっぱり考えていかざるを得ないので、集結日数で見ていくと53日、雪村軍1900しか集まらないとなると3000以上で集めていきますか。そうなるとこの辺りになりますね。北条早雲4200、北条氏康5700、この辺りをちょっと頼みにしていくしかなさそうですね。これで兵数の差はどうでしょう。味方3万7000、敵方雷連5万7000になりますね。予想は進め、まあ雷連とここで決戦するっていうのもありだけど、まずは大垣城を確実に取ってしまう方がいいね。で、小谷あたりまで一気に進出をかけられればだいぶ戦いが楽になるんじゃないでしょうか。表情始めるとしましょう。いや本当に豪華なメンバーですよね。信玄、家康、正信、もうこれも見なくてもね、信玄、家康、正信で決まりなんですよ。信綱あたりも優秀だけどな、まあ、ここは正信にしましょう。これにて表情を終わります。さてと、決戦系、軍事系でいうと操戦術はいらないからな。あとはそうなると群馬の割引、これもあんまり欲しくないね。茶室外交、僧侶外交、まあ、ここは茶室外交を入れておきますか一旦は。でちょっと他は見送りましょう。
長宗我部軍と大谷軍はもう圧倒的に長宗我部軍の方が戦力的に有利ですよね。これを見ると大谷吉次軍8500に対して長宗我部軍宇喜多直家隊10万。大垣城はあっさり取ったね。大垣城を取ったので、これそのまま、どうしようかな。もうちょっと家康に頑張ってもらえますか？村井定勝。信長の宿老中の宿老、村井定勝を捕らえましたね。さあ、そしたら、集結中の早雲隊、これ行き場所変えましょう。早雲隊とまともにぶつかるのは危険なんで、先に稲葉山城を落としましょうか。さあ、これであとは家康隊をどう動かすかですね。家康隊を、ライレンにぶつける。危険だよな。ライレンの動きはどこに向かうかちょっとわからないですよね、この状態だと。じゃあまずは鉄砲の補充をしておきましょう。さらに兵糧も変えるときに買っときます。で、問題は今動かしている家康隊残り3万、新たに歩兵をかけて、軍勢が集結中の北条早雲隊、これが約4万。どこにぶつけるかだな。稲葉山城を取りたいっていう気持ちはやっぱりあるんで、稲葉山城を攻略しつつ、雷電をできればおびき出したいので、ここは小谷城の喉元まで軍を進めちゃいましょう。これで雷電の動きを確認しますか。これを見ると雷電隊も小谷城方面、近江に進出してきますね。一方で長政隊、これがとりあえず家康に対して迎撃に出てきているので、これとまず決戦かな。で、早雲隊はこのまま稲葉山城を吸収してもらいましょう。さあ、相手の布陣ですね、問題は。強力だな。相手もそれなりに強力ですね。まあ、注意しなきゃいけないのは、小禄に義成あたりですかね。味方は部隊数がちょっと減っているので、少し注意しなきゃいけないかな。包囲されるのを注意しましょう。では、開戦していきましょう。まあ、うまくね、陣を持ってる強みを生かしていかなきゃいけないかな。あとは、部隊数が減ってしまっているっていうのはね、ちょっと気づかなかったんですが、この先の戦いに悪影響が出るのは必定なので。この後は、ちょっと兵を一旦返してでも、家康隊は、ここまでにした方がいいかな。
覚悟せよ、覚悟せよ。で、味方はもうこの本陣を捨てて左翼の陣を守ることに専念しましょうか。覚悟は良いか。始めるぞ。部隊数が少ないんで戦力はね集中させましょう。山を降りて鉄砲隊により集中的な攻撃を浴びせたいんですが、どうするかだな。始めるぞ。ゲッチ、みんな気を引き締めよ。さあ、敵の動きがちょっといまいちよくわからないね。ご命令くだされ。風林火山の旗を掲げよう。始めるぞ。ゲチお覚悟願おう。始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。まあ、山を駆け下りてくる敵を迎え撃つっていう意味では少し不利にはなるかなと思うんですけど、軍勢の数はともかく部隊数が少ない以上で、一つの陣に味方の部隊を集結させるっていう意味ではここが一番戦いやすいかなと思います。見えているぞ。やりたい。前へ放て。よし、まずはこの敵の一部隊が出して前に出てきてるんで、これに集中的な鉄砲を打ちかけていきたいところですよね。さあ、ちょっと密集しすぎてる感はありますけど、ここは鉄砲を打ちかけていきます。予定通りの戦い方ですね。で、直政はこのまま突撃をかけるよりかは一旦戻した方がいいかな。いや、これはでも堀隊にだったら突撃かけてもいいね。もう一回突撃仕掛けよう。で、これ以上突撃は危険なので、やっぱりなあ、こうなるよね。まあ、ここは直政なんで持ってるって感じかな。始めるぞ。ゲチよ、
ご命令を。ゲッチ、始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。始めます。ご命令を。策がございます。撃て。さあ、ちょっと敵が一気にこちらに向かってきてるので不利な情勢になりそうかな。なんとかしないとね。もう一旦掘り隊は取り逃したので、このまま放置しましょう。敵の本陣長政隊、1446、これと戦うにはちょっと不利だな。かつ味方か、少しばかり氏重隊かな、北条氏重隊が多分先に、どの部隊よりも先に壊滅しそうな気がするので、そうすると一気に味方も危なくなるな。何、コロクが家康の本陣に向けて鉄砲を打ちかけてきてるな。そしたら家康の陣を動かして、コロク隊174なので、これを家康の本陣自ら突き崩しましょう。さすが直政は強いね。で、直政の救援に直高を向かわせましょう。ここは親子の共闘ですね。で、宇治政と宇治重、ここがちょっと危ないかなって感じなんだよな。まあ、ここに家康の救援が間に合えば持ちこたえられるかどうかというところですね。ただでさえ数が少ない、部隊数が少ないので、これ以上ね、撤退とか改装させられるときついかなっていうのがあるので、宇治重隊は一旦下げてでも守りましょう。さあ、ここ勝負どころだな。まずは直政隊、これはもう堀隊を追撃して確実に海藻に追い込んでもらおう。で、直政隊は敵の背後に回り込んで鉄砲を打ちかけましょう。で、信玄は
どうする？ここは作詞にしとこう。先に作詞をしてから次のターンで鉄砲に変えましょう。で、宇宙国はそのまま鉄砲を打ちかけます。これでこの2000が多分階層に追い込めるんじゃないかな。杉浦対2500、これを階層に追い込みましょう。で、さらに佐久間隊、これも階層に追い込みたい。で、宇治重隊はここで踏ん張ってもらおう。で、家康だ、家康。ここはお調子者を出しておいて、問題はどっちを攻撃するかだな。信貞の方が士気は低いが兵は1372、五六の方が士気は高いが兵は139。ここは139の五六隊をまずは完全に撤退に追い込みたいですね。家康のでもあれだな、士気が危ないな。家康の士気が危ないな。強撃思ったより削られたな。家康でも、家康をもってしてもこんなに削られるか。ちょっとここはピンチなので家康も一旦下げましょう。杉浦隊2000、これを階層に追い込んだのは大きいな。もう一部隊、佐久間隊まで階層に追い込めれば一気に勝負もついたかなって感じもしたんですけど、家康が危ないね。家康を急いで下げないと。いやー、宇治重隊も危ないんだよなー。これ宇治政がカットで入れるかどうかだね。ちょっと間に合わないかなって感じはしますけど。で、佐久間隊はもうどうしようもないね。ここまで逃げられるともう後を追えないので、信玄隊も救援に向かうけど間に合わないかなー。で、直政はまだ手こずってんのか。頼むぞ、持ってくれ。持たなかったか。家康の階層は痛いな。これ一気にゲージ戻されるね。ここまで踏ん張ってきてたんだけど。まあ、それでも陣を保持してる分なんとか踏ん張ったかな。直政はちょっと時間かかりすぎだな。1対1だと追撃も結構きついっていうのがよくわかりますね、この例。宇治重隊は本陣で頑張って踏ん張ってもらおう。で、宇治政はというと同じく本陣の前で踏ん張ってもらい、急いで鉄砲隊を救援に向かわせましょう。いや、家康隊あそこちょっともったいなかったですね。ちょっと甘く見てたかな。家康だったら跳ね返せるかと思いましたけど、強撃による士気の減り方結構大きいですね。やっぱり改めて、
信玄隊が撤退か。なかなかきつい戦いになってきたな。決められるところで決められてないっていうのがことごとく裏面出ちゃってますね。このままいくと氏政隊もちょっと危ないからな。氏政隊も撤退か、いや、改装か。こうなると、もう金婚一擲。長政の本陣を狙おう。長政を取り逃がさないことが大事なので、長政の隊に総攻撃を仕掛けていこう。幸い敵味方ともに今、戦っている武将部隊の数は少ないので、ここは一気に長政の隊だけを狙って全軍突撃態勢に入ろう。で、長政を狙っている間に直政ですね、直政が今度は敵を海藻に追い込んでくれれば撤退までいけるね。堀隊40、31、20、画面の右上ですね。よし、撤退に追い込んだ。ようやく敵1部隊撤退ですね。あとは長政の部隊なんだけど、長政の部隊をどこまで追い込めるかだな。ここに来て、しかも雨か。距離が空いてる今こそなんとかしたかったところなんだけどな。宇治国隊はまだ元気だよね。で、回復した家康隊、これがどこまで長政に追いすがれるかだな。追撃に入ってるけど、今度はいい直高隊が危ないね。直高隊は下げよう。主戦力の直政をちょっとね、突出させた挙句追い込むのに時間がかかってしまったというのが良くなかったですね。さあ、戦況は一進一退ですが、部隊数が少ないので長引けば長引くほど少し不利になるかなっていうのはちょっとあります。そしてどうだ、長政を見失ったな。しょうがないね。長政を見失ってしまったんで、まずは吉成隊を確実に仕留めよう。直政がちょっと攻撃受けてて危ないね。手遅れかな。長政はここまで逃げ切ったか。直政を今更逃がせないので、もうこのまま玉砕してもらうか。いや、本当に一進一退ですね、ここは。問題は長政だ、長政。長政を追撃したいけど、長政がどこまで逃げたかがわからないな。長政が戻ってきてるね。ここは確実に長政を、囲もう、3体で。おっと、強襲間違えた。キャンセルできないからね。
ここは長政だけの部隊を攻撃して敵の大将を海藻に追い込みましょう。ここはもう多少無理な戦い方をしてでも長政の部隊を海藻まで追い込みましょうね。撤退まで行ければベストなんですけどね。よし、まずは海藻に追い込んだね。こっから追撃をかけて一気に撤退まで追い込みましょう。直高隊、ここでね吸収が欲しいんですけどね。直政隊が撤退か。これでまた戦局が戻されちゃったな。泥試合にはなってきたけど、泥試合なだけに負けられないな。味方の動きが少し鈍くなってんだよね。家康の策は足止め、お調子いらないな。直孝は鉄砲、鉄砲で長政の部隊に打ちかけるのは全然ありなんで、それだけ入れておきましょう。長政の部隊があと240か、削り切れるかな。先に宇治政隊を突破されそうだな。ただ敵も団子にはなってきてるんで、ここは直田が撤退あるいは回想すると一気にまた形状を戻されてしまうので、直高隊は一旦下げましょう。持ってくれるかどうか。よし、なんとか撤退に追い込めましたね長政隊。なかなかに苦戦しましたけど、まあなんとか勝利だな。はい、というわけで、時間がねいい時間になりましたので、一旦ここまでにさせていただいて、次回はですね早雲隊37,000、これが稲葉山城へで、家康はなんとか万馬城をね攻略できればいいかなというふうに思っています。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。